これをこうして。うわっあ、あんたいきなり背後から来るなんて、いい度胸ね。たく、いたずらを仕込み損ねたじゃない。で、何仕事の話でしょあんたもよくわかってると思うけど、レイナ様に似合うのは、愛とか夢とかじゃないわ。 華麗な悪よ悪のパワーで、世界中の全てを掌握するそんな、あたしが輝ける仕事を待ってるの。あんたも当然わかってるわよね。ふ、うん、ならいいわ。早く聞かせなさいよ。これが資料ね。どれどれ 撮影の仕事って…イメージは悪の監修…ふーん…悪くないわねむしろ、すっごく面白いわ <laughs> レイナ様のイメージにぴったりあー楽しみだわ 何かあるの？え？マジカルテッドのコラボカフェができた？まあすごいんじゃない？それが何？え？行くの？私とあんたが？なんでよ？そりゃあまあ多少思い入れもあるけど。で、ちょっと待ちなさいよ。まだ行くなんていっ。 ねえ、ちょっと。なんであんたたちまでいるのよ。そりゃ、あたしたち四人でマジカルテッドだけど。いるなんて聞いてないわ。しかも、何よこの店内。ポスターに、特製メニュー。どれもこれもファンシーすぎ。全然レイナ様のイメージじゃないわ。 ちょっとあんたたちもはしゃぎすぎなのよあ次の仕事祝いあたしのふ、ふーん、そうなの。あ、ありがとう。って、あんたたちちょっと離れなさいよこんな脇を固められたんじゃ 行儀いい子みたいじゃないああもう <laughs> この3人といるとどうも調子が狂うのよねだからいい子ちゃんは苦手なのよさてはあんたの差し金ねいいわそっちがその気なら私にだって考えがあるわ レイナ様がやられっぱなしなんてありえないんだからくっくっくみんなでとことん食べ尽くしてやろうじゃないのあんたの財布がすっからかんのぺっかんこになるまでね